はい、皆さんこんにちは、SYK 代表の北野です。今回はですね、Zoom と LINE で年商1億達成した方法大公開というテーマでお届けをしていきたいなというふうに思います。で、今回ね、まあ、私自身こういう書籍っていうのもね、出させていただいたりしてるんですけども、まあ、弊社が創業1年目ですね、年商1億っていうのを達成できた秘訣としては、実は Zoom を使っていたからっていうのがですね、まあ、その秘密として、あるわけなんですね。で、今回は、じゃあこの Zoom は、よく最近 Zoom、Zoom って言うけども、この Zoom ってどういうふうな流れでマーケティングに応用していけばいいのかと、Zoom を使ってなぜいいのかと、なぜ Zoom と LINE を掛け合わせることで爆発的に売上が上がるのかと、まあ、いうテーマについてお届けしていきますので、ぜひ最後まで見ていただきたいというふうに思います。それでは早速やっていきましょう。まずですね、Zoom を使えばってことなんですけど、コロナ禍、今コロナ禍でなかなか自宅から出れない、もちろん対面営業、訪問販売持ってんのほかってなった時に重要になってくるのが、もちろん自宅であったりとか、もしくは今オフィスがある人だったらオフィスにいながらでもしっかりと売り上げ上げていくことが可能であると。お客様に直接会いに行く必要なんてないんですよ。でね、今の時代であれば、例えば、このズームっていうのを使えば、いわゆるズームっていうのはミーティング、ツールなんですよね。まあ、いわゆる、お客様と一対一で商談できたりとか、もしくは一対一で説明会とかセミナーできたりしますので、基本的に今であれば、例えばセミナー会場を借りるのに、例えば1日2万3万円かかっていた人とかであれば、まあ、TKP とかだと1日ね、8万とかかかったりしますけども、そういった、例えばあと講座とかもそうです。スクールビジネスをしている人とかであれば、その都度会場を貸し切っていた、その場所代費用っていうのが浮くわけですよね。なので、自宅オフィスにいながら場所代もかからず、そして電車に乗る必要もないので移動費、交通費もかからないし、その一緒についてきてくれたスタッフとかの事務員の、交通費とかを支給する必要もないわけですよ。で、さらに言うとスタッフもいらないわけですよね。よくセミナーとかでね、そういった、事業をしている人とかは、セミナーの受付のスタッフのこの人件も払ったりもしてますけど、そういったのもいらない。だから会場費もいらないと。まあ、いうところで、一切のコストをかけずことなくですね、あなたの商品っていうのを、それが高額な商品であったとしても、より高い確率でお客様にね、買っていただける。そういったプロモーションっていうのを一斉にかけることができる。いわゆるレバレッジの塊なんですね、このズームを使ったマーケティングっていうのは。で、僕らもですね、実はこれ、ズームを使ったマーケティングっていうのは、もう僕自身ね、フリーの時から含めるともう4年以上前から僕はこれをや、4年前か、ぐらいからやってます。で、その時ってのは一応、まあ、ズームっていうアプリがちょうど流行り出してきてはいたんですけど、まだ、あ、今ほど認知はされていなくて、で、僕自身もですね、まあ3年半前ぐらいからはですね、まあやっぱ Zoom をバンバンビジネスに使ってたんですよね。まあ、それによってまあ売り上げ上げていて、で、それは今でもやっぱ変わらずですね、やっぱ Zoom っていうのが、まあ一番やっぱ使いやすさっていう意味でもそうだし、コストがかからず、そして何よりですね、Zoom を使うと売れるっていう話があります。どういうことかっていうと、まあ実際弊社ですね、そもそもこの Zoom を使って初年度で、まあ実際これうちの決算書なんですけど、1億1753万円という売り上げを達成します。で、実際 Zoom 使ってうち創業2年で累計3700名以上のですね、Zoom セミナーに実際に、クライアントさん、お客様っていうのを動員していることに成功していますと。ってなった時に、これは僕自身がこういう結果を出てるっていうだけではなくて、うちのクライアントもですね、まあ、こういった結果っていうのをですね、やっぱり出していただいている方が多々いらっしゃると、まあ、いうことなんですよね。で、実際これは、まあ、歯科医の業種であったりとかもそうだし、クリニックであったりとか、まあ、コーチ、コンサルタントの方であったりとか、セラピストの方とか、もしくはお教室業されている方にもですね、有効なやり方になっているわけなんですけども、大事なのはですね、ここがポイントです。LINE と Zoom、いかに融合させていくのかっていうのがすごい重要になってきます。で、そこから先にちょっと具体的なステップを話していくんですけども、まず1個目、これがいわゆる LINE アットにまず見込み客を集客するってことがすごい重要です。まあ、自分の商品を買ってくれるお客様いかに大量にまず LINE に集めてくるのかですね。でその次に重要なのがこの LINE アットで信頼構築ってとこで、 LINE アットってのは、いわゆる登録者段階ではまだお客さんってあなたの商品買いたいってなってませんので、購買意欲を高めていくための場なんですよ。で、ファンになってもらうための場でもあり、信頼を構築していくための場所が LINE アットで、ここでですね、いわゆるマックスレベル10レベルとしたときにですね、LINE アットで信頼構築していくときに、まあ大体レベル3から5までは LINE アットで信頼を、構築していくことが、まあまずできると。で、まずですね、LINE アットでレベル3からレベル5、10段階中5ぐらいまでの信頼度、親密度っていうのをまず LINE に高めていきます。まあ1週間か2週間ぐらいでホットな状態にして、で、そこから Zoom に誘導していけます。それか説明会なのか、セミナーなのか、Zoom 個別セッションなのか、それはまあ人によって違うんですけど、まあ何でも一緒です。で、そこから Zoom に誘導してきたときに、この段階で誘導するっていうと、やっぱり LINE に登録してくれてるお客さんが、さらにそこから Zoom でね、あなたから説明受けたいですとか、Zoom のセミナーに参加するって、やっぱちょっとハードル上がるわけなんですね。なので、基本的にはレベル5からレベル7の段階ぐらいまでお客様を教育していく必要がありますと。で、そこで Zoom にね、来てくれたお客さんっていうのはある程度教育段階がマックス10だとしたときに、まあこれ一応言っときますけども、まあ書いてありますけど、レベル8以上は購入してくれるっていうラインだとしたときに、まあ大体レベル5からレベル7ぐらいの教育力が、教育の度合いが進む、教育が進んでいれば、まあ Zoom に来てくれると。なので Zoom に来てくれた段階である程度制約率は高い状態を担保できると。で、そこから先がすごい重要なのが、まあ Zoom でも、まあもちろんですね、Zoom セールスとかやり方すべてテンプレートシナリオっていうのがあります。売れるシナリオを作らないと、いくらレベル7ぐらいのですね、教育が
できているお客様に来ていただいたとしても、もちろん売れないということになってしまいますので、ここのテンプレートシナリオってのはまた別途ね、ちゃんとしたものを作り込んでいく必要があるんですけども、ズームに来ていただいて、そこからちゃんとしたシナリオを持っていればですね、そこからのズームセミナーとかズーム説明会で、実際にマンツーマンのリアルタイムでの時間を共有する、こういう体験の場っていうのをお客様とシェアすることができるんですよね。で、これによって、例えば今まで LINE で一方通行で、お客様はあなたから情報を受け取っていたのが、相互方向でのやり取りだったりとか、そのズーム説明を通じてお客様からも質問ができたりとかやり取りができたりとかコミュニケーションを取れて、こういう相互方向のやり取りを通じてよりですね信頼関係と構築していくことができる。そしてあなた自身を理解してくれて、あなたの商品の価値っていうのもよりズームを使ってより濃いよして、よりハイスピードで理解をしていただくことができる。だから、結果的にズームに来ていただいて、それセミナーを受けた段階では、レベル8以上の教育っていうのは可能になるんですね。だから、実際 LINE からズーム、そこからの販売っていうところで言うと、制約率がめちゃめちゃ高いと、まあ、いうで、実際にデータがうちには出てるんですけども、まあ、これ大体うち以外にもやっぱ儲かってる会社さんとかでも、基本的にはこのうちが、編み出したこの LINE とズームのスキームを使って、やっぱ売り上げを上げてくださってる企業さんとかですね、事業の仕方結構やっぱ多いんですけども、なぜズームを使うと売れるのかっていうのは、実はこういうことなんですよね。なので、まずね、まあ、マックス10レベル中10まで持っていくってのは難しいとは思うんですけども、まあ、8以上になればね、基本的に購入してくれますので、そこまで持っていきやすいのがやっぱり基本的にはズームを使うと。で、もちろんズーム以外にもですね、例えば電話営業だったりとか、そういった形でもしっかりとそのテンプレートを元にしたやり方を使えば、ちゃんとレベル8以上にしてセールスをかけることができます。基本的に最後に覚えておいてほしいのは、セールスをかけるタイミングっていうのはすごい重要で、お客さんのレベルが最低でも7以上になってないと、セールスかけても売れないので、売ればいいっていうわけではないんですよ。ある程度ホットな状態にして、そのタイミングでセールスをかけるから、商品は売れるっていうことになりますので、まあ、ぜひね、これはいわゆる、まあ、距離感ですね。お客様との距離感を見たときに、この人は今どれぐらいの段階のレベルなんだろうなっていうのを意識した、そういった情報発信でもね、今後すごい重要になってくるかなと思いますので、まずこの LINE と Zoom を使ったマーケティング、まあ、よりね、もっと詳しく知りたいという方はぜひね、こちら概要欄から LINE でもですね、こういった無料講義提供しておりますので、ぜひね、参考に登録していただきたいと思います。また、ぜひね、こちらの書籍っていうのも概要欄からね、お求めいただけますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。またぜひね、高評価ボタン、そしてね、これからも有益な情報をバンバンお届けしていきますので、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。